オランダ海軍のホラント急晶海艦、イタリア海軍のコマンダンテ急晶海艦、インド海軍のサリュー、急晶海艦、カナダ海軍のキングストン急晶海艦、晶海艦艇は、領海や沿岸、内海、内水、港湾等での防衛、警備、救難活動を目的とした軍艦。また、本項目では、英語のパトロールボートに準拠し、同様の任務にあたる政府用船舶についても扱う。 ただし、より戦闘的な性格の強い魚雷艇、ミサイル艇に関しては高速戦闘艇において扱う。哨戒艦艇は大きなものでは、ヘリコプター搭載が可能なアメリカ沿岸警備隊のカッターや小さなものでは、民用のプレジャーボートを紹介像したものまであって、種類は様々である。なお大型のものはアップブと呼ばれることもある。船型の大小を問わず、基本的に武装は、 機関銃や昇降系の官報程度にまで限られ、警察任務や救難任務等に力を入れていることが多い。このため武装よりもむしろ高速性や長い、航続距離など、機動力を要求されることがほとんどである。また、大型のものでは、取調室や留置施設といった、警察任務の遂行に必要な設備が整えられていることもある。日本ではこれらの設備を備えた、 巡視船を海上保安庁が保有している。歴史的に紹介任務に充てられていた海軍に所属司法を渋そうとする紹介官邸などの砲艦などは20世紀後半からミサイル艇にとって変わられつつあった。しかし、麻薬密輸阻止や漁業取締りなど、平事を重視した紹介官邸こそが適した任務も多くあるほか、200回りに 拡大した排他的経済水域での警備活動も重要度を増したため各国海軍や沿岸警備隊は官邸の充実に努めつつある。アメリカ海軍は紹介任務はもっぱらアメリカ沿岸警備隊の任務であるとして整備に消極的でサイクロン級沿岸紹海艇や何種類かの高速紹海艇は特殊部隊活動用に 整備されており、他国の同種艦運転と一線を画している。また、ベトナム戦争中には PBR などと呼ばれる多数の河川昇海艇が在籍していたが、これは主にメコン川流域における哨戒活動やタイゲリラ戦に投入されていた。しかし、近年は艦艇や基地へのテロ攻撃に対する備えから、シーアークドーントレス哨戒艇など武装昇艇の強化に努めている。 これらは主に海外での運用を前提にしており、輸送機や揚陸艦などで容易に運搬できるのが特徴である。小海艇は基本的に警備任務に従事するものであるが、実戦経験も存在する。スリランカ内戦においては、反政府勢力であったタミルイーラム解放の虎の海上部隊、ブラックタイガーが多数の武装ボートを用いて、商船や漁船、 武装の乏しい軍艦を襲撃する一種の飽和攻撃を行った。これに対してスリランカ海軍は同数もしくはそれ以上の高速小海艇型などを用いて襲撃部隊を殲滅する戦術が取られた。太平洋戦争期の日本海軍は小海艇という艦視を整備していたが主に旧式化した駆逐艦を改装したもので領域警備よりも 戦団護衛艦や高速揚陸艦としての性格が強かった。他に戦利昇海艇として第101号から第109号があった。漁業保護や沿岸警備には1000トン未満の解剖艦が利用されていた。海上自衛隊では発足当初、港湾警備や連絡などその他業務を担当させるため、アメリカから供与された1号型昇海艇を配備し、続いて、 国産の19号型小海艇を建造したが、監視活動は海上保安庁の巡視艇に引き継がれ大海艇は調達されなかった。その後の監視に活動はハヤブサ型ミサイル艇やアブクマ型護衛艦などを兼任させ、専用艦艇は導入していなかったが、2000年代以降、中国やロシアの活動が活発化したことで艦艇数が不足し、総海艇や 訓練支援艦にも監視活動を担当させる状態だったことから31中規模において紹介活動に特化した紹介艦を導入する予定。カナダ海軍、アメリカ海軍、アメリカ沿岸警備隊、アイスランド沿岸警備隊、アイルランド海軍、イギリス海軍、イタリア海軍、インド海軍、インド、沿岸警備隊、デンマーク海軍、ノルウェー、沿岸警備隊、オランダ海軍、フランス海軍。 オーストラリア海軍、ニュージーランド海軍、マレーシア海軍、ブルネイ海軍、ポルトガル海軍、スペイン海軍、メキシコ海軍。ありがとうございます。